林柏し、は、中華民国の政治家、ジャーナリスト。南京国民政府の要人で、王朝明本人にとっても、側近的存在である。号は赤線。1920年、広州の私立例南大学で学ぶが、1923年、ストライキに参加したため、退学処分を受けた。1925年7月、王朝明の秘書となる。 10月、ソ連に留学し、モスクワ中山大学で学んだ。翌年9月に帰国し、候補軍艦学校政治教官に任命されている。1927年12月、紹介席と対立してケアした王に随住して、フランスに向かった。1929年冬、香港に赴任し、南花通信社を創設した。翌年2月には、南花日報を創刊している。 1932年、上海で中華日報を創刊した。同年4月、国民政府協務委員会場部委員となり、翌年には立法委員立法委員となった。1937年、中国国民党中央宣伝部特派員を兼任し、翌年2月には香港で国際問題研究所を設立している。1938年12月より、 林柏し、は、王長明に随従して、新日政権の樹立事務に携わる。翌年8月、王の指導下で、国民党中央常務委員権、中央宣伝部副部長となり、さらに、中華通信社社長に就任した。翌年2月、中央宣伝部部長に昇格し、3月、南京国民政府の成立とともに、中央政治会議委員権行政院宣伝部長に、 任じられた。1941年、清里委員会委員となり、さらに新国民、運動促進委員会場務委員兼秘書長にも、なっている。1943年1月、最高国防会議員となり、翌年12月には、安記省省長などに就任した。日本敗北後、林、柏聖は、陳君広に随従して、日本へ亡命したが、 10月3日、チンラと共に中国へ送還された。1946年5月31日、首都高級法院で死刑判決を受ける。同年10月8日、南京ロー橋監獄内で処刑された。去年45、ありがとうございます。